韓国文在寅大統領天皇陛下を侮辱し大炎上。本日、韓国の文在寅大統領が天皇陛下に対し祝電を送ったんですが、その中で戦争の痛みを記憶して平和のための堅固な歩みを続けることを期待する日韓関係の友好的な発展のために大きな関心と愛情を持つことを望むと。 発言してしてまったことが明らかになりました。こちら FNN の報道なんですが先日の韓国国会議長による天皇陛下への侮辱発言について謝罪がない時点で無礼だと言わざるを得ずそういった中でさらに天皇陛下に対して戦争を忘れるなと韓国に関心を持ち愛情を注げと要求までしてしまっております。 こちら、そもそも当時の日本は朝鮮半島を併合しただけで韓国と戦争は一切しておりません。韓国政府には、韓国大統領にはこういった祝電を送る前にしっかりと先日の天皇陛下への侮辱発言について発言を撤回し謝罪していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。